昭和16年3月、予備役編入となった石原莞爾は、立命館大学教授となって、国防学の講義を始めたが、当初の指示による弾圧のため、昭和17年9月に、故郷、鶴岡に帰った。ああ石原莞爾もね、あんまり正直なことをね、立命館大学の講義、それから、隣の京都大学でも講義したんですけれど、日本はいずれ負ける。この戦いは生産があって始めたわけじゃないからね。国力は日本はアメリカの76分の1しかないよと言いましてね、負ける負けると言ったからね、当時は怒り心頭で石原莞爾を弾圧したんですね。そして当時の指示による弾圧のため立命館大学の教授の、はい席を追われて昭和17年9月に故郷鶴岡に帰ったんですね。昭和16年に発表した戦争史大刊、これは今でも呼ばれておりますけどね、石原莞爾の著書でございます。戦争史大刊は発禁処分とされて、石原の身辺は東条の命による憲兵が付きまとった。石原がまた不穏なことを言っちゃいかんということで、憲法がですね、石原に付きまとったんですね。付きまとるうちにですね、憲兵と石原莞爾はそれなりにですね、情を交わすようになりましてね、憲兵が石原にですね、先生は、石原莞爾は、東条閣下と仲が悪いんですが、どうしてですかというのを、石原が聞いた。石原莞爾は、東条との仲が悪い、いないよって。あれは何も思想がないからね。俺はあるけど、あれはな頭空っぽだからね。何も対立することはないよっていうようなことを言ってですね。また東条を怒らせたというようなことが残っておりますけれど、石原の身辺には東条の命による憲兵が付きまとった。16年秋、日本はアメリカとことを構える覚悟らしいという情報を得た石原は、陸軍省兵務局長、田中少将に会い、油が欲しいからと言って、戦争を始める奴があるか、と、絶対に やってはならぬと厳しくいさめ、各方面への説得を敢行した。この戦いをやめりゃ、いずれ負けるからね、負ける戦いをしちゃいかんということでですね、説得を敢行したんですね。昭和16年12月8日の、開戦後、戦争の見通しを問われた石原は、汚染の目覚ましい戦果が報じられている時でさえ、しまいには日本が負けると断言してはばからなかった。太陽戦争の冒頭には真珠湾を攻撃する。それからマレーを攻撃する。シンガポールも占領する。破竹の勢いだったんですね。日本軍部は舞い上がってですね、勝てるんじゃないかと思ったんでございますけれど、石原莞爾は冷静ですね。いずれは日本が負けると言ってはばからなかったんですね。しまいには日本が負けると断言してはばからなかった。この石原に対し、東条の使者として、天勝が石原の隠居してる鶴岡の住居に行って、東京でお目にかかりたいという東条の申し出を天勝から伝えられた石原は、これを承諾したんです。そうですね。これはね、日本のために承諾したんです。天勝が来たからあったというわけでもないんですよね。日本のために承諾したんです。当然のためでもない。そうですね。日本のため。そのとは少しはね、天勝に同情したんですね。わざわざ天勝が来たんだから顔を立ててやろうということですよね。東条と石原は、単に不仲というだけでなく、彼を現役から予備役へ落とし、それだけでは飽き足らず、当時もなお弾圧し続けていた。そうですね。当時は石原を弾圧し続けていたんです。天勝と石原の関係は、満州国建国の前後には同志的関係にあったが、関東軍が蒙古の特務を抱き込んで、内蒙暴落工作を計画した板垣征四郎参謀長時代、天勝は利面工作を担当した。つまり、
うちもここをですね、なんとか日本が占領したい。ボラカスをですね、まあ、天勝も分担してやったんですね。天勝は利便工作を担当したが、石原がこの工作に大反対であった。そんなことやるべきであった。大反対であったあたりから、二人の関係は隙間風に吹かれていた。天勝と石原の不仲が表面化したのは、天勝の教会総務部長時代、石原が教会の官僚支配を非難し、今の教会はダメだと罵倒し続けたことによります。石原は満州人のための満州国を唱え、満州国は独立国である。関東軍がこの国の政治に関与するのは、国の独立権を侵害するものだ。内面指導などやめて、関東軍の第4課を廃止し、関東軍第4課がですね、内面指導と称して、満州国の政治に介入してるんですね。第4課が OK と言わなければ、満州国皇帝であっても何もできない。そういうシステムを関東軍が作っとったんですね。したがって、関東軍第4課を廃止し、満州国人の政治的意思を尊重しなければならぬと語ったが、その主張を意見書に書いてまとめて関東軍司令官に提出した。その後も石原は今の日本は腐っている。日本は日米一体の美名に隠れて満州国から搾取することをやめ、独立国として発展させるべきだ。結局それが日本のためであると主張し続けたんですね。東条とは逆のことをやってるんですよね。東条は怒り心頭です。この主張は関東軍に指定され、昭和13年12月、前鶴要塞司令官を命じられ、満州を去った、左遷であった。昭和14年8月、石原は留守第16師団長となり、昭和16年3月までその任にある。この時ですね、石原幹事は天勝と会ってんですね。天勝が今までのですね、不仲を謝るような形で石原のところへ来てるんですよね。まあ、一応、その時は握手して別れております。要塞司令官に昭和16年3月まで総任にあった。退任後は予備役に編入されて、現役を去った。これは東条の意向ですよね。天勝を現役から外す、石原幹事を現役から外すんだね。外しましたよね。予備役に編入され、現役を去った。天勝は石原と怠慢政策で意見が対立し、二人の関係が最悪の状態に、なっていた時であっても、龍城港事件から満州国を建国まで、石原が海田の綿密な作戦計画によって、一面万名ばかりの日本軍で中国の大軍を破った時期、天勝は同志として作戦参謀、石原の原稿を内側から眺め、戦略の神様であることを確信していたんですね。日本にとって戦局の不利が明白になった昭和17年末、天勝は国家のため、東条は一切の行くがかりを捨てて、石原に会わねばならぬと決断し、それを強く東条に進言した。東条がね、自分から進んで石原に会おうと言ったわけじゃない。なるほど。天勝が進言した。天勝はね、東条の可愛い弟子でございますからね、天勝の言うことはある程度東条は聞くんですね。そういうんだったら、会おうということで、天勝が仲立ちをしたんですね。天勝の熱意が東条と石原を動かし、会談が実現したのであった。東京への出発に際して、石原は親しい人間に、俺は東条に今更会う必要はないが、中に入った天勝が気の毒だから会ってやろうということにしたのだと、言ったと伝えられております。当事者の東条、石原も、仲介者の天勝も、この時点で、私情、私心を捨てて、国家のためだけを思って、
階段に臨んだのであった。では、はい、階段の進行いかんということで、階段の内容を次に申し上げます。はいはい。